タカさん、こんにちは。そして、この気になる男シリーズをご覧の視聴者の皆様、こんにちは。即歌塾の久保でございます。今回ですね、タカさんが顔出しをしない YouTuber として、スライドショーを使ってですね、たくさんの実績を上げてくださいました。本当に驚くのが、チャンネル登録がまだ200人もいってないのに、きちんとその中でね、売り上げを上げて、信頼関係を作って、そして僭越ながらかもしれませんけども、 私と今ね、やりとりをしてる。そんな関係にあるんですよ。いや、私だけではありませんよ。新潟速可塾の舞姫大学、奈美さんとのやりとりも進んでるんですよ。そして、もともとは吉谷さんというね、鹿児島にお住まいのドリームアカデミアの、この講師の方ね。この、まあ、私が言うところの三大重鎮。この情報業界三大重鎮。ね。とりわけ、再生数がね、何十万回ってあるわけでもない。 そしてチャンネル登録が何十万人もいるわけじゃない。え本当に誰でも手が届く再生数とチャンネル登録の中できちんと自分の暮らしを余裕ある暮らしを成り立たしている。まあこの3人がですね、タカさんを取り囲んで今ね、タカさんを中心に色々と話題が回ってるわけなんですよ。まあ YouTube 業界の中ではそのテンチムさんとかねえ、それからエンリケさんとかが今ね、話題になってるみたいですけども、そういう大きな話題ではなくて小さなね、話題かもしれませんけども、 でも稼ぎはは一流、内容はしっっかりと詰まってるわけなんでで、すよで。今回はその高さんに敬意を表して私もねスライドショーで返信できないかなと思ってるんでスライドショーをちょっと作ってみたんですよ。よろしかったらこちらの方をご覧ください。はい、えー、今回のスライドショーなんですけども「気になる男17話」特別講義ということで速化塾思考をですねちょっとお届けしたいと思います。 私が普段どういう風に考えているのか、そして前回16話でいただいたタカさんのお話を聞きながら、私の速化塾思考のどこを使って今回お話しする講義を作っているのか、そのからくりをお伝えできればと思っております。よろしくお願いします。それでは進めていきます。じゃん一つ目、親を真似るなということですよね。まあタカさんのセリフの中でも、いや、親のお金の使い方とか働き方を 自然に生まれていたかもしれないな、みたいなことがあったと思うんですけども、これ多くの方がね、やっぱりお父さんやお母さんの暮らしぶりとか、習慣とかを参考にするところがあるのは、これは仕方がないことだと思います。でもやっぱりね、私たち40代、50代、いわゆるロスゼネ世代を中心とする、まあ、なんと言いますかね、 第2次ベビーブーム、第3次ベビーブームというのか、何と捉えればいいのかね、難しいんですけども、いわゆる高度経済成長期を現役世代として生きてきた、そういった方々の子供たちですね、私たちの世代。今だから40代、50代の世代っていうのは、あの、大きな時代の転換点をまさに踏みしめてるんですよ。わかりやすく言うと、成長期には会社に入り、安泰な人生を送るために、出世をして、安定した老後、 60歳、65歳で定年退職第二の人生っていうものを思い描いて、その背景には20代で結婚して子供が2人いて、そしてマイホームがあって、そのローンを35年で分割するみたいなね。これを目指して10代の頃は社会人になるための準備をしていたと思うんですよ。でも実際に社会に出てみると、そういう価値観が全部壊れていて、個人で生き残っていかなくちゃいけないと。これからは経済は成長するんじゃなくて、縮小していくんだということでね。 結構ね、イケイケどんどんから節約志向とか効率思考、いわゆるコスパと言われることが重視されるようになってきました。この価値観が転換されたところで、例えば親の真似をしたらね、私たちのお父さんお母さんっていうのは経済がどんどん膨らんでいく状態の時に働き、お金を使ってきた世代なんですよ。ですんで、同じように私たちがやると、とんでもない落とし穴にはまることになりますので、時代に合わせたお金の使い方を ちょっとね、考えていかなくちゃいけないなと思う意味で、親を真似るという,うなタイトルにさせていただきました。じゃあ、一体どういう内容なんでしょうか。ちょっと進めていきますね。じゃん。はい。もしね、このスライドショーを見ている方が、月給20万、30万とかいう、自分と釣り合った相応の稼ぎをしたいんであれば、会社員でいることが求められていると思います。でも、なるべく早く会社員を、あーいわゆるファイヤーって言うんですね、最近では。 リタイアして自分のビジネスを発動させて自分の思う通りに人生を自由な時間と自由なお金で持ってね泳ぎ切っていきたいのなら分不相応の稼ぎにたどり着きたいと思わなければその道は実現しません、はい、そのためにね親のお金の使い方とお金の稼ぎ方はもう旧世代のやり方なんでその時代では正解だったんですよでも私たちが同じようにやるとそれは不正解になってしまいます ですんで、それを真似ることはあんまりできないんじゃないかなっていうのが、ここです。はい。で、特に会社を辞めると、社会保険、それから退職金などの、こういった保障はないんですよ。当然だと思いますけども、目安としてね、会社を辞めて独立して自分のビジネスを始めます。月収100万です。これだと、70代の半ばまで、それを続けていかなくてはいけなくなっちゃいます。結構きついですよ。ずっと月収100万を維持していくのは。 まあですんでね早めにたくさん稼いでそれこそ月収100万スタートラインですから早めに億っていう金額を2億3億と稼いでできればね50代ぐらいではもうお金のために働かなくても自分の好奇心のために働き好奇心のままに収入を得て好奇心のままにお金を使うっていうそういうふうなルートに乗りたいなといかがでしょうか思いませんかそう思わなければサラリーマンの方が絶対にいいですよはい次です で、我々の選んだ道っていうのはお父さんやお母さんの時代とテクノロジーも違いますし時代も生き方も違うんですよだから違う選択肢を選ばなければなりませんただしねお父さんお母さんに信頼と敬意礼説は持ち続けてください親を真似るなって言ってもね別に親に反抗しろとか親の言うことをいちいち否定しろってことはないんですよお父さんお母さんが少なくともその時代のスタンダードのモデルをきちんとこなしてくれたから 私たちはこの世に生み落とされてね途中とんでもない貧困の道に落ちることもなくなんとか家を持ち子供を持ち、まあ、そうでない方もね30代から40代40代から50代へのまあその中で自分の欲求が答えられてるのかどうかってことはまた別の問題になりますけどもとにもかくにもこのスライドショーを見てる段階で「お父さんお母さんありがとう」って言わなくちゃいけませんよ。 次です。二つ目。じゃあ、収支のバランスはどういうふうに考えていけばいいんでしょうか。ね。これも考え方を変える必要があります。緊縮財政型では成長がありません。これね、今ね、日本は、緊縮財政を取ってるんですよ。つまり、税収の中で、プライマリーバランスの黒字化。税収の中で、なんとか予算執行しようというふうに、財務省をはじめね、省庁は考えていくようになっています。まあ、これは戦後、レジウム。 まさに戦後 GHQ に押し付けられた教育や思考制度そのものが私たちを虜にしていると言えるんですよね。つまりは太平洋戦争があった大東亜戦争の前のようにどんどん国債発行して戦費調達をされては日本はね世界一の軍事強国になってしまうんですよ。だからそれをもうさせないために GHQ は予算に蓋をしたんですよね。これが財政法22条でしたっけね。まあこういったことで 国債は基本的に切っちゃダメよってルールを作ったわけなんですよ。これが緊縮財政の始まりです。それを財務省は、律儀に今でも守っているので、給付金がなかなか出なかったり、国民全員一律のね、10万円が1回しか配られなかったり、そして非課税世帯に5万円とかね、防衛費が全然こう、議論に上がらずに、まあ、この前ね、元安倍首相がお亡くなりになりましたけども、 防衛費を2%にしなければならないって言ったところでもまだ2%になかなかならないわけですよねで仮に防衛費が2%になったところで今度ねそれを埋めるために防衛税ってのが生まれるそうなんですよつまりは予算執行が安全のためであり国家の主権を守るためであり、えー、予算がない場合はやりませんよっていうふうにこの緊縮財政の中に織り込まれていますとんでもないことですよねはいまあどういうふうに考えていえばいいかってことなんですけどももう私たちはね 可能性とリスクを最大限受け入れていきましょうってことなんですよリスクを避けるこれではもうね乗り切っていけませんだからリスクは最大限に受け入れていきましょう可能性とリスクです可能性が100割リスクが100あるならどうしますリスクの100を恐れて可能性の100を捨てるのかそれとも可能性の100を求めていざとなったら100のリスクを全身で受け入れる覚悟をするのかこれによってお金の稼ぎ方そして使い方は全く変わってきます だからこれからは積極財政で施行してください。え、これはあ国の運営と同じなんですけども、例えばね、他国が攻めてきそうだから危ないよっていう時に、予算を気にして十分な防衛費を割かないっていうことでね、国家の主権が結局他国に奪われたら元も子もないわけですよ。だったら、いくら借金を抱えようとも、極端に言えばね、いくら国債を発行しようとも、防衛に関しては国民の生命と財産を守る。 ということに関しては、お金をどん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 かけていった方がいいんですよ。それこそね、なんで私たちは、長期ローンで家を買うんでしょうか ?35 年ローンで家を買うでしょうまあそうじゃない方もいると思いますけど、まず買うと思って、えー、考えてください。とてもじゃないけど、収支のバランス取れないじゃないですか。月給30万とかね、年収が400万、500万の方が、35年のローンを組んで、3000万の家買うわけですよ。収支のバランス壊れてるでしょでも、住まいっていう、 人間が暮らすための基礎的な居住地がなければなかなか落ち着いてプライベートを送れなかったり生活が送れなかったり仕事ができなかったりそれから住所が不定だと信用が入れないですよねそういった意味でそのリスクに応えるために毎日頑張って働いて副業をやったりとかじゃあ独立して自分のビジネスをやろうかなって考えてるはずなんですよ だから皆さんは今、積極財政の入り口に立ってます。正解なんですよ。今は、積極財政を取るべきなんですよ。ただし、遊びのために借金をしちゃうのは、これはちょっとやりすぎなんでね。あくまでも、暮らしを守るための、防衛のための積極財政、借金、ローン、リストラ、あ、リストラ関係ないですね、はい。リースですね。すいません。リースは OK なんじゃないかなって、そのぐらいのリスクは取りましょうってことなんですよ。はい、その手順としては、 今自分が考えている必要な金額をまず予算化してください。これはね、自分の収入がこれだからっていうふうに考えるんじゃないですよ。まずは自分の人生を生きるために必要なお金を弾き出してください。軽く生涯に3億円ぐらい必要だなっていうふうに計算結果が出ると思うんですよ。じゃあ今度はその3億円をどのように稼ぐかってことを考えていくんですよね。これが積極財政です。つまり、収入の中で両手に落ちてきた お金でやりくりするんではなくてね、それこそ節約とケチケチになっちゃいますから。そうじゃなくて、まずね、手に落ちてくるお金のことは考えずに、自分はいくら必要なのかってことを予算化して、両手を大きく広げるんですよ。で、そこに必要な金額がドーンと溜まってきます。じゃあその金額を稼ぐための仕事や商品やビジネスを考えていきましょうという、そういうふうな思考の進め方です。はい。つまり、自分の 生涯で必要な金額、年間で必要な金額、月間で必要な金額ってものを弾き出して、その予算に応じて商品設計と集客規模、そしてセールスをやっていきましょうってことなんですよ。そうするとね、緊縮財政とは違って、自分の能力を上げていかなくちゃこれができないってことに気づきます。だから自分の能力を上げるためのモチベーションが湧いてきて落ちないわけですよね。よろしいですかね。はい、じゃあ3番目です。 使うお金の話ですけども何に一番お金を使えばいいと思うかってことです人材なんですよね人材ってのは鍛えれば鍛えるほど使える人間になっていきますでも育てなければ足を引っ張るだけの存在になりますですんで人材には最大限投資してもらいたいなと思うんですが実際に会社の経営者をやったり人を雇ってるわけでもないのに人材に最大限投資するってどういうことなのかなと 自分自身に投資しろってことなのかなまさにそれも正解なんですけども、そっか軸ではこういうふうに考えます、はい。ビジネスってのは人で成り立ってます。どこまで行っても人の欲求に応えることがビジネスです。つまり、ビジネスは人でできている。顧客も人であり、我も人なり。そして私たちがいろんなことを人から教わりますよね。結局、どこまで行っても360度、人しかいないんですよ。 ですんで、すその人に関わることに出費をけチっていては自分のビジネスっていうのは大きくならないんですよねやっぱりお金を使って人を使うお金を払って人をまあいろろなことをねやってもらうっていうことを私たちはやってるわけじゃないですかじゃあ私たちが何かね物事を人に提供しようとするときにお金が全くもらえませんっていうときにビジネスって成り立ちますかね もしくは全然お金をくれない人にどこまで一生懸命働けるかってこれ信用できますかねつまり人はですねお金を払って依頼をするからそこに信用が生まれるんですよお金を払わなければいつまでこの関係が続くだろうかっていう気持ちは拭えないんですよねそして払う金額は定価以上の金額を高く高く払えば払うほどお金を受け取った方はさらなる 恩返しをしををようと思っててサービスレベルを上げていきますつまりは両方とも良くなるってことなんですよ。お金を払わなければね、その時は得した気持ちになりますけども、結局は最も貧乏くじを引く道の第一歩を進めるってことになります。はい、ですので、人とのつながりには最低限の資質を持って望めというふうに、そこから塾ではまとめております。もっと具体的に言うと、自分の好きな人が商材を作ったんだったら、買えってことなんですよ、これ。ね。 まあそれはね、えー、まあ、ナミさんとかね、えー、よくこういうことを言われているところがあると思います。感謝のつもりで商品を買いましたみたいなことを言いましたけれども、これが非常に大事なんですよね。やっぱりね、自分の成功を込めて作った子供のような商品をビジネスマンは作るわけですよ。それを受け取っていただけるっていうのはね、何者にも代えがたい感謝ですよ。我が子を送り出すような、嫁入りさせるような気持ちです。そういった感覚ってありますかね そして自らの能力も最大限に売り込んでください自分の商品があるのに値引きをしたりね、えー、価格を安く設定する必要はありません全身全霊をかけた自分の商品その自信と責任が持てるなら価格は高くつけてあげてくださいつまり顧客への商品単価これはなるべく高く売ってあげることが大事なんですよもちろんむやみやたらにね買えないような金額をつけろってことではないですよ でも価格で迷った時は考えてみてくださいまずは高く設定してもしねそれで売れないんだったら安売りセールしたいんだったらセールス期間を設けたりとかボーナスをつければいいわけなんですよじゃあ50万の商品作りました売れません半額セールまあこれができるわけですよねでも逆に最初っから25万っていう値段をつけちゃうとじゃあ高くセールスしますみたいなね高額販売期間とかってできないでしょ まずは高く売ってあげると安くした時にその価値がさらに際立つわけなんですよねはいそしてこういうふうに即解軸ではまとめております高い価格の商品には高いモラルが集まり安いところには安いモラルが集まるつまりはおかしなクレームに付き合う早めになりますからなるべく金額の高いところに私たちは集まりましょうそれは販売する時でも購入する時でもそうですよ で4つ目。最後にはコンサルの話をしていこうと思います。今日のスライドショーもそろそろ終わります。えー、コンサルってのは何でしょうかコンサルとはね、即可塾では仕入れというふうに教えております。どういうことなんでしょうか、はい、つまり、コンサルってのは師匠からコンサルを受けるわけなんですね。まあ、指示するって言うんですけども、指示する側面と同時にコンサルってのは存在する価値観があると。それは何だと。 コンサルっていうのは師匠を教えてくださいっていうふうにまあ敬意を持って当たる部分とそうじゃない価値観があるということですつまりはそのコンサルつまりは師匠の思考を雇うという感覚ですよ雇うんですよ雇用主ですよ師匠であると同時に弟子として使えるのと同時にお金を払って師匠を雇っているんだその人の思考を雇っているんだって感覚です だから、コンサル思考っていうのは、コンサルを受ける生徒の思考としては、我は雇用主なりっていうふうに思うことも大事なんですよ。だからといって、横暴になるってわけじゃないんですよ。賃金を支払い、知恵という資産を雇っているわけですから、最大限それを使ってください。そして、コンサルを最大化してください。ね。コンサルを受け入れてくれた師匠がいるのに、そこにですね、お金も払ってるのに、 遠慮して聞きにくいとか聞くことがもうないよとかいうのではなくてどんどん行動してどんどんぶつかってどんどん失敗してどんどん困ってそのすべてをこんなことがあってこういうふうになっちゃいましたっていうふうにぶつけてみてくださいそうすることによってあなたの能力は最大限発揮され自分でも気づかないような能力に日々気づくことになりますそれが恩返しになるんですよね 自分がたくさん挑戦してたくさん失敗することが恩返しになりますさあなんでなんでしょうかねなんでそういうことが恩返しになるんでしょうか自分が行動して失敗してコンサルの師匠に師匠困りましたどうしましょうかっていうふうに毎日困った困った相談相談お願いしますっていうふうにしつこいうるさいぐらいするのがなんで恩返しになるのと思いますかはいえー、こっからはですね次回の課題にしたいと思います なんでそれが恩返しになるんでしょうか何で師匠に泣きつくことの連続が恩返しになるんでしょうかそれは次回回答させていただきますえそしてもう一つ次回はこのことをお話し,しますよっていうのもさらにまた後に持ち越しになりますのでまだまだこの気になる男シリーズ続くってことですよさあいかがだったでしょうか今回はスライドショーを用いてお伝えしてみました一緒に考えてくださった方も是非ね 自分はこういうふうに思うんだ。この動画を見てこういうふうに感じたんだ。いやいや、ここはちょっとおかしいだろ、言い過ぎだろ、みたいなところがありましたら、ぜひね、メールやコメント欄などで教えてください。えそれでは、あなたからのメッセージをお待ちしております。そして、タカさん、返信の方も18話になりますけどもね、よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。いってらっしゃい。